糸田町は福岡県の中央部に位置する町である。田川郡に属しており、筑法を構成する自治体の一つでもある。福岡県の中央部、筑法地域の北東部、福岡市から東へ約 50km、北九州市から南西へ約 40km、飯塚市から東へ約 10km、飯塚市と田川市のほぼ中間に位置する。町の東部は盆地となっており、 平成築法鉄道、県道420号線、中原寺川が並行して、町域を南北に貫いている。この周辺部が町の中心地となっている。町西部はガラソ峠と呼ばれる山地であり、古代は築全国と部全国を結ぶ国境地帯として多くの通行人が訪れた。現在でも国道201号築法ガラソートンネルが4車線で、 整備されるなど、交通の要所となっている。この町には、大技がなく、住所は、福岡県田川郡糸田町番地と表示する。町内に大技は存在しない。他の地区法の市町村と同様、かつては町内に炭鉱があり、石炭産業が、町の経済を支えていたが、現在では、炭鉱は全て閉山し、その跡地を工業団地として、 経済基盤の維持を図っている。またばら、洋蘭一ゴミにトマトなどの園芸作物の栽培が行われているほか、特産物として気候芸品が生産されている。糸田駅空港はなし。最寄り空港は、福岡空港、北九州空港、西鉄バスグループによる運行。一般国道や主要地方道は、町中心部から離れたところを通っており、町中心部には、 一般剣道と町道のみが敷かれている。高速道路町内には通っていない。最寄りインターチェンジは以下の通り。一般国道剣道。ありがとうございます。